はい、こんにちは、ビッグボーイです。 FF15 戦友、約2ヶ月ぶりでやってきます。ちょっといろいろ取り込んでたんだけど、いい加減スムーズに進めてきます。しばらく経ったらいつの間にかこの街にゴリラがやってきて、あと情報とかも集まって、電力も順調に集まって、少しずつ行ける場所を増やしてるんだけど、本編の方がね、どうもなんだっけな、まだこれからもサポートします、いろんなキャラクターのエピソードも増やしていきますって告知されて、それと同時にこっちも少しずつアップデート、すごい話題になってるよ、アップデートをされてて、こちらが一覧です。クエストをチェックしてたら、なんか本編にちょっと関わりのありそうな緊急依頼が増えてて、これちょうどノクト覚醒あたりの話がなぜか戦友クエストになってるんで、やってみよう。あ、キャラクター選べるの？まあ。わかりました。え？何それ？お、ここノクトが目覚めたっていうか、御影島だよね。御影島、こんなのいたの出れない。え、マッチングってことは他のプレイヤーがプロンプトとかグラディオとか選んでくるってことか。プロンプトしかいないけど、ほい、え、ダイナーアタッカーで缶詰拾いましょう。ああ、グラディオとイグニスは AI か。缶詰ではないけど、まあいっか。プロンプトだけ他のプレイヤーか。うん、だって名前全然違うもん。どういうクエストができるんだ、戦友で。はい、来た。ああ、もう徒歩でボートに向かうまでの間の道か。ノクトの武器がランスと探検と盾と、よくわかんないの。これでいいや。あー、このノクトのちゃんとガードになってるんだね。戦友のキャラクターだとガードがね、なんかシールドみたいの貼るからちょっと使いにくいんだよね。この辺拾っとこ。あ、こっちにしよう。レゾルボアとは、あ、じゃあレゾルボアを先に倒そう。どれ、どれだか分かんない。プロンプトが AI じゃないからすごい活躍してる。この BGM グラディオの DLC で聞いた BGM だ。これも使おう。おお、こういう感じ。盾って本編で一回も使ったことない。それなりに防御用というわけでもないんだ。トラック、タルコット、
このクエスト本編にあった方がいいのでは。戦友でいいんかな。鳩の2人乗ってないけど。おう、こんなにオートまで遠かったっけ。ちょっとノクト、すばしっこくて敵に届いてない。守備具、はい、タルコット乗ってる。あ、乗ってる、ちゃんと乗ってる。え、イクシじゃねえよ、乗れよ。あ、ナーガっぽいのがいる。あ、これもう封鎖線に近いところだ。ファントムソードは使えるのか。あ、後ろにも、後ろにもった。早い早い。お、硬いぞこいつは。まだファントムソードは使うべきじゃなさそう。クラクション鳴らさんといて。これで半分か。ちょっと一旦 MP を回復に。よし、ウィークでしょ。これ使ってみるか。ほい、あ、終わり。もしかして、いろいろ思い出すな。帝国軍の残党が、メルダ州の前線基地を守りましょう。ああ、もう戦友にあったさまざまなクエスト全部できるのか、これで。どこどこ、そっちか。わ、突撃兵とはまた面倒なやつ。突撃兵というかもう特攻兵だけど、こいつら。攻撃しちゃえばこの辺で自爆すっから。あ、そういうわけでもないんか。これ AI 仲間だと向こう側、向こう側の進行を止められない。プロンプト、プロンプト頑張ってくれ。いけ。あ、プリーン、これ系だ。プリンが一番嫌いだわ。ほら、待て待て、無視すんな。いた。まだ来る。全然ダメージは受けてないけど。
ファントムソードいつ使おう。盾弱えな。盾は使わなくていいや。これもうノクト永遠にワープしながら戦えると。なんか来たボス。ファントムソード使うか。あ、3機もいる。あ、秒で倒れたけど、これ効かんか。おい、ファントムソード行こう。これ全員で攻撃いけないと。いけるタイミングがあったかな。こいつすげえ倒れやすいな。そっちも倒した。よーし倒れた。あ、勝て。よし、これでも食らえ。一時はどうなるかと思ったわ。え、てか女性ハンターどこにいた。ここはあの封鎖されてて、インソムニアが見れる丘。チャプター1の時来たよな、ここ。さあ進んで、プロンプトがプレイヤーのせいかめっちゃ先行するんだよな。とっていって、どんどん行こう。あ、まだいた。おお、あ、こんなところに。これ効かな。いいぞプロンプト。お、消えた。勝って攻撃しにく。よし、オッケー。プロンプトすげえカクカクしてるけど。強いなプロンプト。プレイヤーが使うとなお強いな。イグニスも強いけどね。はい、オッケー。待てプロンプトに先には、プロンプトに先は来させん。プロンプトの方が走るスピード速いんだけど。おお、まだおる。ほら、
あ、用心棒？あ、スローニンか。OK。さあ、ここまでで。いけるのはここまでだけど。ベヒーモス。ここはもう、これでしょう。あ、全然変な。こいつはがてえよ。めっちゃ連射してるプロンプト。おお、飛んだ。ちょっと MP がまずい。よし、半分いったね。もう一回ファントムソードいけんじゃないか。ベヒーモスって氷属性攻撃なんてしてきたっけ。デカードゲウィーク。ウィークみたいだけど、そんなにダメージ変わってないような。もう一回ファントムソードいってみよう。おい、とどめ。てっきりあの橋もずっと戦闘していくものを期待してたんだけど、ここまでだった。あ、この経験値は戦友の方のキャラクターには関係ないな。おお、なんかすげえいいもんもらってるっていうか、これはもうノクトになれるのでは。髪型すだれからいい加減変えようか。おい、戻ってきた。ムービーとかも特になかった。悲しい。ちょっとゲットしたノクトアクセサリー気になる。ノクトのが手に入ったってことは、今のクエストプロンプトとグラディオ、イグニス全部やれば各キャラクターのアクセサリーとかヘアスタイル手に入るんかな。ちょっと汚れ落とそう。で、お困りのことはありませんか。オッケー。アバター編集だよね、きっと。おお、ん？おお。ダサい。結構ダサいというか、後頭部苔生えてるけど。なんかもう一つ手に入ってたよな。あ、祖先の顔か。じゃあ、あくまでこれはノクトじゃなくて、ノクトのそっくりさんね。っていうかこれさ、10年後のノクト、ヒゲ剃ったバージョンだよね。見た感じ。ちょっとノクトの顔混ざった。あれ？っていうか、さっきまでどれにしてたっけ？
これだったよね。あ、違ったかも。あ、分かんなくなっちゃった。へえ、ってことはこれ両方とも、あ、両方ともってわけにはいかないか。なしにしたらもうノックとだね。うん、ノクトだわ。だけどなんかメガネとヒゲのせいかめっちゃ老け顔に見えるな。あ、黒黒。よし、これでいこうか。整形しちゃったけど髪型マジでやってね。オッケー、おい、オッケー。イメチェンってか、整形完了。ってことは、もしかしてこれさ、君の写真イグニス、すごい話題になってるよ。あんたは黙っとれ。イグニスとかグラディオとかプロンプトの祖先の顔を手に入れたらミックスできちゃうわけか。それも面白そうだけど、じゃあ現在の供給、これからの、あ、違う、また要件は現在の供給具合はこんな感じで、あまりにも多いからこれをね片っ端から毎回やってるとね長引いちゃうから、どんどん緊急クエストはね解放していこう。で、緊急をねやって、いろいろ緊急クエストが主にいろいろ手に入る云々だからやっていこう。それじゃ、よし、それじゃ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。